てるんですか？これニコ生ついてますか？これね、ニコ生まだ配信してます。あ、全然配信、はい、大丈夫です。誰もいなくなっちゃった。誰も何も暇であれば私はマシンガントーク始めますもん。じゃあカメラ置いていくんで、はい、好きに使って。え、これもう今もう流れてました？これね、ずっと流れてる。今もうこれ視聴者が見てる状態？見てます。コメント流れてるやつですか？コメントで流れてますね。え、本当にやば。何話そうかな。あやの話しよう。あやの話をしよう。皆さん、あやというか私たちのビスの応援をよろしくお願いいたしましたんですけど、あやはまずあやの人間性を言うと、あやはすごくアホです。なぜかというとね、昨日飛行機で来たんですけど、あやの隣に寝てたんですよ。ほんで寝てたんですけど、なんかめっちゃ寝て、すごい夢見るほど寝てたら、めっちゃ急に股間部にマジ熱気感じて、超熱くて股間が急に熱くなってびっくりして、あらって言って起きたら、あやが私の股間を触って、なんかコーヒーをこぼしたみたいで、あやがティッシュで私の股間をずっと拭いてるんですけど、あやもう寝てて、あやコーヒー持ったまま寝落ちして、あやもう寝ぼけて、私も寝ぼけて、わけわかんない状態で股間を拭いてました。あやがコーヒーをこぼした話、最悪ですよね、マジで。もうコーヒー、めっちゃコーヒー臭くなっちゃって、本当にマジ最悪。そんなあやですか？ダメだね、これはね。そんなそれぐらい面白いです。あやは、あやはビスに本当に必要不可欠で、私たちにとっても必要不可欠なので、諦めないですが、あやは絶対に、私たちも諦めないので、絶対に、私たちは4人はビスのためなら何でもするって、何でもするので、何でもするし、何にも諦めないから、投票またなんかいつかあると思うんですけど、ぜひビスに投票よろしくお願いします。携帯どっか行っちゃった。ふんふん、そっか。みんな可愛いね、こんなコメントをしてくれるなんて。ちょっと私はちっちゃいし早くてあんま読めないけど、あ、止まったから読めるわこれ。あ、ムロは大人だなって、それが読めるよ今。私は大人だからね。千と千尋の妹マジで可愛いしね、絶対ね、あの子絶対変わりたいって思ってる子だから。私今何してる？ゆいな、こっちおいで、そこにずっと立ってないで、こっちおいで。え、何の時間？15分からって言って、あと5分ある。もうさ、ワイプ、ゆいな、おいで、ゆいな、ゆいな、今日どうだった？ゆいな、どう？合宿、うん、2年ぶりの合宿だけど。そうだよね、うん、ね、うん、ちょっとね、うん、しっかりしないと。そうだね、うん、しっかりしないとだね。ゆいなもビスを背負ってきてるからね、うん、うん、完成して次につなげます。そうだね、うん、でも結果は1位だからね、うん、そこはちゃんと受け止める。カバンの中汚ね、見てこれ。見ていいの？いいですよ。ゴミだらけで。これはゴミだけど、ここになんとお金が入ってる、ほら。最低のカバンの中。リュックの中に裸で小銭入ってる。
なんでこの裸なの？何これ、なんかユラ、これユラ動物園で、動物園でキリン違うよ、飛んできてたの？違いや、これ腕箱だし。どっかにないかな。あ、どうしたの？じゃあもう部屋準備できてる。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ。対決しました。対決しました。ありがとうね。ありがとうございます。ちょっとバレないように。正確に言うと対決しました。